おはようございます。タン由美子です。タイ滞在3日目の朝でございます。今日は今からワット4に向かっていくんですけれども、ホテルからねバスが出てるということで、そのバスに乗っていきたいなって思います。それじゃあ行ってきたいと思います。今日の服はタイの屋台で買った服です。めっちゃ可愛い。ホテルを出発しました。乗ってるのは私たちしかいないですけれども、これ途中止まるのかな、わかんないけど、ワット4に向かっていきます。わあ、でかい。ワットポーは朝の8時から夜の6時まで。Thank you。旅行客は200バーツかかりますが、現地の方だと無料で拝観できるそうです。裏はなんか多分地図が書いてあるんだけど、全く読めないです。でかい。全部がすごく大きいです。めっちゃキンキラキン。寺院ってこんなにキンキラキンなんだっていうのがもうすごいびっくりです。日本だと大体木造建築なので、こんななんかド派手に行こうぜって感じのがないから、なんかすごい新鮮。すごっ、めっちゃでかい。シーサーが2体います。どっちも口ポカーンってしてる。マッキンキン、本当にすごい。ちょっと動き出しそうで怖いもん。あ、みんなでもさ、ちょっと顔つき目とかが違う。このキンキラキンの台座がすごいかっこいい。日本人が本当になんか全然いなくて、韓国人がすごい多い印象です。これは確実にもも前のストレッチをやってますね。すごい、めっちゃ綺麗。結構敷地内は広くて、本当に迷路みたいです。歴代の何か偉業を成し遂げた方なのかな。ところどころ工事をしているところはありますが、本当に見応え抜群です。でかすぎ、高い。なんかちょっと暗くて分かりづらいかな。中がねすごい紫のキンキラキンになってます。ちょっと中には立ち入ることができないので。キンキラキンはこんな感じです。すごい綺麗。中が広すぎて道順がこれ合ってんのかどうか全然分かんない。色味がすごい可愛らしい。白と緑と黄色で構成されてます。あと結構この今すごい晴天なんですけれども、晴天だと日差しがすごい強くて、影がないので日傘とかサングラスはあった方がいいかもしれないです。ウェルカムワットポー。煩悩を捨ててきます。靴をここの中に入れていきます。いや、めっちゃ大仏でかい。でけー、めっちゃでけー。お腹部分です。足も大きい。天井高い。長い。でかい。足の裏の指紋がめっちゃ可愛い。ぐるぐるちゃんと。え、超ぐるぐる。え、足の裏
浦の模様かっこよ。いかちい足の裏してんね。背中部分です。おっきいね。まだあんだけど。めっちゃ残ってたんだけど。なんでなんでなんで。え、入れ忘れはそんなないと思う。楽しかった。硬そうな枕に頭が見えます。頭のつくつくかっこいい。お土産コーナー、すごいキンキラキンだ。正方形のかわいいノート、外のデザインかわいい。マットポー楽しかったです。これからちょっとお腹すいたんで朝ごはん食べに行きたいと思います。いやー、すごいなんかいい朝活ができました。煩悩を捨てれて最高です。絶対この言い方も捨てれてないと思うんだよね。三大寺院のうち2つが見えますね。これとこれ。今日は三大寺院巡っていきます。今この右手に見えてる白い壁あるんですけれども、こちら全部ワットプラケオの敷地です。次行こうとしてるんだけど、めちゃくちゃでかそうやん。めっちゃ大きいです。行くの楽しみ。ジワキャットコーヒーで朝ごはん食べていきます。私はこれ目当てで来ました。パッタイ頼みました。めっちゃ美味しそう。ここのも4店舗目マンゴーチュース。うん、めっちゃマンゴーで美味しい。パッタイいただきます。めっちゃ美味しそう。何これ、黄色いやつ。かまぼこ美味しそう。グリーンカレー美味しそう。食べてみよう、グリーンカレー。うわ、辛い。うん、うん、うん、何の辛さだろう、これ。うん、マジでパッタイはどこで食べても美味しい。マンゴー美しい、やばすぎ。うん、うん、めっちゃ好き。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。ご飯ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったし、もう体の血液すべてがマンゴーでできてる感じがします。これからワットプラケオに向かっていきます。っていうかもうね、プラケオの敷地内だと思うんですけれども、もう本当にでかい。入り口らしきところに到着をしました。日本語ガイドもあるみたい。服装の指定があるみたいです。短パンとかはダメみたい。すごいちゃんとしてる。こういう写真は撮っちゃダメってことです。アクロバティックな動きしたり、インタビューしたり、結婚式っぽいプレなやつをしたり、化粧品とかの販売系の写真を使うのはダメらしいです。広大な芝生、そして建物も本当に大きい。
屋根がさっきと同じデザインだ。ワットポート、ね、ユニバとかディズニーのエントランスみたい。入場料は1人2000円みたいです。高い。入場券がバリ長いです。めっちゃ長。コップンか。わー、日本だけない。イングリッシュで。うわー、すごい。こっちめっちゃキラキン。日曜日のこともあってかすごい混雑してます。館内図です。本当に広い。すごい。装飾がすごい。本当にキラキラしてる。こちらの中は神聖なお祈りの場所だったんですけれども、中が撮影禁止だったので今外から失礼してます。すっごい中ね、本当に静かでめっちゃ真っキンキンだった。でかい。もう本当に装飾がすごい綺麗です。かわいいポーズ。ワニの歯みたい。あいにく改装工事中。街並みがすごい綺麗な感じ。街並みっていうかまだこれワットプラ教内なんですけどね。中はこれ何？王室？すごいよね。パレスらしきところにやってきました。すごい広いし大きいわ。すごい。ちょっと暑すぎたので水買いました。水一つ20バーツ、だいたい80円。安いし、あーめっちゃ冷たくて気持ちいい。船乗り場に移動したいと思います。うわーめっちゃ涼しい。最高。ワットプラケは本当に施設広くてめっちゃでかかったんですけど、マジでかい分さめっちゃ歩かなきゃいけないから暑いみたいな。本当にこの20バーツの水に助けられてます。地下道を通ってさっき食べた朝ごはん屋さんのところまで戻ってこれました。船着き場がもう目の前にあります。船に乗って移動します。ディズニーのアトラクションみたい。すごい。川の上移動してる。うわ上手だ。上手。あ、見えた見えた。船大迫力でめっちゃ楽しかったです。めっちゃ川の水かかったけど今からちょっとカフェでゆっくりしてからワットアールに向かいたいと思います。お茶はこちらのビビさんでコーヒーいただいていきたいと思います。ケーキも美味しそう。ビールもあります。
船めっちゃぼったくられたことに今気づいたけど、まあでもぼったくられたけど貸し切りだったし、まあ、楽しかったしよかったって友達と今慰め合ってます。皆さんはちゃんと正規の値段調べて乗ってください。私はちなみに大人600バーツも取られて、はっこーみたいな、まあ、ちゃんと気づけばよかったと思います。バスタオルを見ながらカフェラテいただきます。あそこの写真は撮り終わったらどくのがシステムなのかな。めっちゃいい、最高。めっちゃ綺麗に見える、本当に。バッタールも本当に眺めるのにすごくいいコーヒー屋さんです。ご飯屋さんというよりかは本当にコーヒーだったりドリンクメインなので、皆さんも来ることがあればフラットにちょっとお休みがてら来てみてはいかがでしょうか。ビビコーヒーさんでラテいただいてきました。めっちゃさ、ワットアルン綺麗に見えたし、ワットアルンのその見えるさ席のところに日本人の男性の方いらっしゃって、あの友達と綺麗に写真を撮ってもらいました。嬉しい。あとうかつに変な日本語言ってたらね、わかる方たくさんいるからあんまり変なこと言えないねって話をして、めっちゃ盛り上がりました。それじゃあもう一回船に乗りたいと思うんだけど、次こそはぼったくらないように頑張るぞ。目の前にワットアルンが見える、めっちゃ綺麗。カフェから5分ぐらい歩いて着きました。船着き場です。すごいなんかディズニーの入り口みたい、あのボートのさやつの5バーツでこんな立派な船に乗せてもらえるみたい。乗れました。すごい立派な船だ。でもこれめっちゃ水かかるんじゃないかな。わー、目の前にワットアルン見えてきました。もうめっちゃすぐじゃん。おーい、あれやったー、打ってくれてる。めっちゃ手振って観光客丸出ししてる。楽しい。さっきまでいたところから本当に約3分ぐらいで来れました。近い、楽しかった。ワットアルンに入っていきます。ワットアルンも服装厳しそうです。もうこんなね腹出しとかをしちゃいけないよっていう。タイの方は右側で無料みたいです。ワットアルンに到着しました。ワットアルンの入場料は1人100バーツ入場券をもらいました。そして腕にハンコを押してもらいました。あと入場料を払ったらその隣でワットアルンの絵柄が描かれた可愛いサイズのペットボトルもらいました。超嬉しい。ワットアルン今から入っていきたいと思います。わーすごい。これ100バーツめっちゃお得じゃない。あ、めっちゃ反射してる、反射てか光がすごいかな。でもここもキンキラキンです。キンキラキンだらけじゃん、三大寺院。すごいな。すごい、キンキラキン。すごい、シーサーだらけ。シーサー。タイの寺院は本当に全部キンキラキンだね。天井めっちゃ綺麗。いいね。ゾウさん。ゾウさん。え、これ100バーツはめっちゃいいじゃん。もう値段でしか考えてないけど。もうすごい。語彙力がないからさ、すごいしか言えないけど、めっちゃすごいです。結構街中で見かける僧侶さんですが、僧侶さんには女性は絶対触れちゃいけないっていうね、マナーというかルールがあるらしいです。ソウルさんが女性に触れるとソウルさんの今まで積んできた徳が消えちゃうっていうので触れちゃダメみたい。
ワットアルン、すごい大きい。しかも綺麗。猿の親子かわいい。すごい綺麗です。日曜日だからかすっごい人がいる本当に。いやーすごい迫力。空に突き刺してる。この方すっごい鋭い武器持ってるけどさ、後ろにも隠し持ってる。反対側に来てみました。すごいね。ワットアルンのお店で100バーツで洋服を買いました。この柄ですね。ウェルカムタイランドって書いてある。ゾウさん可愛かったので買いました。ワットアルン見応え抜群で最高でした。マジでこれが100バーツってのはすごいなと思うし、たくさん写真を撮ってる方がいらっしゃったりとか、あと近くのお店でね、あのウェアがレンタルできるところがあるみたいなので、あの素敵なお兄さんお姉さんがみんな綺麗な写真撮ってました。あ、暑い。ちょっと暑いのでアイスでも食べに行っちゃおうかなと思います。ロイヤルタイネイビー、何かわかんないけどすっごいでかいしね、何より空がめっちゃ綺麗。アイス屋が見つからない。どこにあるんだろう。この辺なんだけど、アイス屋さんちょっと頑張って探したんですけど見つからなかったので、このまま駅に向かいたいと思います。なんとかストリートドラえもんの車かわいい。日陰にいると涼しいんだけど、日向に出るとめちゃくちゃ暑いです。この緑の感じがすごい綺麗。向かい側の道にザギンスシバーがある。途中休憩にスタバ行きたいと思います。今回めっちゃスタバ行ってる。タイ限定のクマちゃんがいます。かわいい。タイなんだ。タイ限定のボトルがすごいかわいい。バンコク、タイランド。え、これさ、タイ限定かな。タイ限定だったらめっちゃ欲しいんだけど、私星がすごい好きなので、このデザインすごい可愛いです。しかもウサギもいるの。25周年のタイランド限定デザイン、これも可愛い。人形、これは思い出のパタヤを買えってことでしょうか。パタヤある。ブルーベリーチーズケーキ、ハロウィンのやつもある。え、すごい品揃え多いね。しかもどれも美味しそう。かわいかったのでタンブラー買いました。嬉しい。なんかね、タイ限定ではなさそうなんだけど、まあ、海外限定スタバっぽいんで買いました。私スイート持ってないので嬉しいです。使おう。よいしょ。あと何円以上か買ったので、これやっぱタイランド限定だ。タイ限定のエコバッグもありました。タイ限定のエコバッグ嬉しい。友達はブルーベリーチーズケーキにして、タンはハロウィン仕様のケーキにしました。めっちゃオレンジで可愛い。可愛い。友達がこれすごい赤い湯船みたいに言ってるけど、どういうこと。チョコの層がすごい。チョコレートでした。上これ何、甘いけどなんか、味もないかも。なんかザクザクしてる。美味しいな。どうしよう、これ日本に売られてたら。日本的な美味しさ、マジで。いやー、スタバ大好きだわ。セーブじゃなかった。
大惨事を起こしました。全然倒れてセーフだと思ったけど全然セーフじゃなかったし。スタバごちそうさまでした。美味しかった。カバンさ、これ今もう早速使ったんだけど、この持ち手部分がさ、めっちゃ太いし、生地がさ、なんかもちもちしてるからすごい柔らかいです。だから背負っててもさ、全然重さを感じないから、すごいナイスなカバンをもらえてよかった。水筒変えてよかった。イエイイエイ。タイでセブンイレブン入ってみたいと思います。今セブンイレブンさ、ブラウンとミニオンのコラボしてるみたい。品揃えがすごい豊富。スーパーじゃん。本当やん。あっちスーパーじゃん。スーパーってかもう薬局だよ。ドラッグストア。かわいいティッシュのサイズ。なんかティッシュ、トイレットペーパー、ウェットティッシュだけで品揃えすごい、ね。おむつまである。すごい種類。え、ポッキーだ。日本でいうランチパックみたいな感じかな。デザインがかわいい。お菓子も見たことのないのいっぱいある。わあすごい。ポッキーだ。ポッキーのさあれがタイ仕様だ。こっち英語なんだけどね。いや品揃え豊富だしめっちゃ広いわここのセブン。すごい。ボックスでも買える。いやパック買いだ。すげー。これ油かな。油がこんなでかいサイズで売ってるよ。下は砂糖かな。スナック菓子のコーナーも2面に分かれてますね。でかい。値段はだいたい120円ぐらいかな。タイっぽい調味料のもあります。冷凍コーナーもすごい充実してる。タイのさコンビニ弁当だ。どんな感じなの。おおすごい。マカロニチキン。コンビニも面白いね。わあ、これ何マンゴー。マンゴーがこんなさ生な感じで売ってるのすごいね。いやもうだってもうすぐ探したもん。韓国で私がすごい好きだったヨーグルトに似てる感じのプリンでした。カフェメニューもすごい充実してる。コーヒーだったりとか、あとスナック系もあるみたい。メルティーキッスのさ、ちょっとちっちゃい箱バージョンだ。すごい。セブンで買い物してきました。コーンの飴と、クーガーってこれなんだろうね。ヨーグルトドリンク味のガムなのか、グミなのかわかんないけど、なんかもうデザインが可愛くて買いました。可愛くない？クーガー。合わせて15バーツ。安い。スタバに寄ったりセブンに寄ってたりしたら MRT の駅に到着しました。電車に乗って移動していきます。タイのエスカレーターはめちゃくちゃ速い。今私たちはここにいるんですけれども、今からこちらのワットチャワットラチャ、移動します。今こちらの BL32 の駅にいるんですけれども、移動してこの BL33 のバンパイの駅に行きたいと思います。チケットを買っていきます。イングリッシュバンパイ。1人19バーツです。
来た、大好きなコインだ。わわわわ。大好きなコインを手に入れました。マジでこれで入れるってすごいよね。門をくぐります。危険物持ってないカメラかな。めっちゃピピピピなってるけど平気なのかな。それじゃあコイン投入していきます。あ、投入じゃなかった、ピーだ。ピッピピー、ビザでも行けたこれ。そっか、 MRT だとビザで行けるんだ。いやマジ何がビザで行けるかさ、お金で行けるかよく分かってないので難しいです。タイはここから2駅移動します。日本語が表示されてる。バンパイ駅にやってきました。今からバエの寺院ワットパクナムに移動していきたいと思います。駅のホーム降りて絶対あれあれじゃなかったらどこってぐらいあれだと思います。このバンパイの景色、私すごい好きかもしれない。このさ、道路とこの列車の線路、めっちゃ素敵。それでは改札を出て、さっき見えたあの大仏のところ目指していきたいと思います。だってあれだもん、絶対一番でしょこれは。ワットパクナムブッダ、案内が出てます。カタカナで出てる。ワットパクナムに向かってる途中に学校があるんだけど、すごいでかくて広そうし、この自然な感じもいいよね。この橋を渡って向こう側に来ます。今見えないんだけどね、向こう側に大仏様がいらっしゃいます。ワットパクナム、今だいたい10分ぐらい歩いてきたんですけど、めちゃくちゃ暑いです。すごい今ね、たくさんの人がねこっちバーって戻ってきてる。一応ね、拝観時間が6時までなので、ちょっと今日は今ギリギリで向かってます。ワットパクナムに到着しました。ワットパクナムめっちゃ広いけど、ここは入場料が無料です。猫ちゃんがのんびりしてます。顔が見えてきた。でかーい。大迫力、すごいでかい。ワットパクナムパシチャーローン、バンコク市なのかな。内臓構造の重さは 588.2 トン。重っ。大仏本体の表面は153トンだって。この大仏さ、すっごいキンキラキンしてて全然汚れてないの。定期的にホースで水でも撒いてるのかなってぐらい綺麗です。横からの姿勢もめっちゃ素敵。メインイベント、素敵な天井を見ていきたいと思います。こちらは5階建ての作りになっているそうなんですけれども、そのメインイベントの天井は5階にあるみたいです。早速中に入ってみたいと思います。こちらの中に入るのにも靴脱ぐみたいです。ダンスダメだよ、ハグやキスダメだよ、ジャンプダメだよ、ヨガダメだよヨガする人いるの。1階部分は、すっごい静かだな。仏様が祀られてます。2階に移動します。2階部分の天井も素敵。静かにって書いてあります。すごい、なんかガンツみたい。3階に移動していきます。3階部分は結構何もないな。あ、すごい絵とかが置かれてます。すべてが金色に包まれてます。4階に移動していきましょう。4階だと思ったらここ5階だった。え、じゃあ最初が1階じゃないのか。あれ、階数を間違えました。最上階に到着しました。天井すごい綺麗、
うわすごい、天井の迫力すごくない？いやめっちゃ綺麗、すごいなんか神聖な場所って感じがします。すごい、一番上の中に仏様が祀られてます。そっか、さっきここでもう1階分上がってるからもうここが5階なんですね。5階の景色はすごい、もうビル群だね向こうは。こっちはちょっと屋根があって分かりづらいです景色が。背中超大きい、背中洗い流しやすそう。上日差しが暑いけど風吹いててすごい気持ちいい。すごい、めっちゃビルあるね。ビルなのかな、マンションかな。こっちにも結構でかそうな寺院があるね。てかあのさ仏様さ、象の上に乗ってる、すごいバランス力。タイで有名な三大寺院、ワットポー、ワットプラケオ、ワットアーロンを見て、そして今ワットパクナムを見てきました。結局ねこの4つの寺院見てきたんだけど、個人的にはこのワットパクナムがすごい好きでした。やっぱ天井が本当に綺麗だし、何より入場料無料なのがマジで最高です。でもやっぱねこれはあの3つの寺院とここの寺院の4つ行ったからそうやって思うだけで、もしかしたらねあの皆様一個一個だったり全部見て他に何が好きとか歴史があるからこういうのが好きっていうのがあると思うんですけれども、ぜひ時間があったらね三大寺院とここのワットパクナム行ってほしいですし、時間ないよって方はね本当ワットパクナムだけでも十分かも。この大きい金色の大仏様もそうだし、この後ろのね天井がすごいところもとても綺麗だったので、ぜひタイに来た時は行ってみてほしいです。初トゥクトゥクに乗って BTS の駅まで向かっていきます。めちゃくちゃ速い、速い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 、すっごい大渋滞してます。めっちゃスピード出てる、すっげー楽しい。ふー、めっちゃ風切ってて気持ちいい、最高。やばい、これはねぜひタイに来たら乗ってみてほしい、最高に楽しいです。初トゥクトゥクに乗って BTS の駅までやってきました。トゥクトゥクめっちゃ楽しい。ジェットコースターとかね乗り物大好きな人はもう絶対乗ってほしいですけど、最初に提示してもらった値段はだいたいぼったくりの値段なので、そこは頑張って交渉してみてください。交渉としてはなんか言われた値段を言われたら、え高いってなったら150みたいななんか大きいリアクションして、ノー、それは無理だよみたいな顔すると、じゃあみたいな感じで交渉していくので、下げれるだけ下げて、顔でリアクションするといいなって思いました。さっき見てきたワットパクナムの後ろ側にやってきました。遠くから見てもさ、見えるのがさ、街のシンボルみたいな感じでいいよね。ターン怖くて体験してないんですけれども、グラブだったりとかで、あのタクシーっていうかあの車じゃなくてバイクのやつもあるんだけど、二人乗りの、ちょっとバイクはさ怖くてなかなか乗れないなと思って、けど見てるとこの高速道路なんだけど、右手高速道路でさバイク二人乗りとかしてて、しかもさその乗せてもらってる方ヘルメットしてないの、いや怖えみたいな、バイク乗ったことないからもうなんか捕まるならさ運転手の人にもこうギューってしたいのにさ、誰もそんなことしてないの、もう全然なんかみんなふーみたいな手ぶらで乗ってて、え怖すぎみたいな。でも一回ちょっと体験してみたかったなと思います。 S6 のサパンタクシン、一人32バーツです。あ、カードだ、新しいバージョンのカードです。ピッ、個人的にタイで気をつけた方がいいなっていうポイントなんだけど、タイはね駅にトイレがないのね。だから近くのカフェとかお店でトイレ行っといた方がいいかなって思います。そういう意味ではさ、日本って絶対駅にトイレあるじゃん。本当にあのトイレ事情最高だなって思います。電車がちょうどやってきました。大仏、
サファンタクシン駅に到着です。ここから船に乗っていきます。アジアティークって書いてあります。ここに行きたいと思います。ブルーラインに乗ります。船のチケットは1人30バーツです。日本人ですかって聞かれて、本当は多分ブルーフラッグのはずなんだけど、なんか前の列に移動になりました。奥にアジアティークリバーフロントが見えます。めっちゃいい、風気持ちいいね。人数制限の関係で乗れなかったです。次の便を待ちたいと思います。いろんな船がある、ボート、すごい。奥に見えるの分かるかな、観覧車が見えます。奥のやつミッキー乗ってそうみたいな、かわいい。やべえ、風邪ちゃう、気持ちいい。アジアティークザリバーフロントが見えてきました。このホテルからのさ、景色すごい綺麗だろうな。ここのホテルもすごい、すごいじゃん。もう間もなく到着です。めっちゃ綺麗。今日の動画も見ていただきありがとうございます。次回の動画ではマーケットを楽しんだり、タイ最終日ってことでたくさん食べたいと思います。毎週金曜日の9時にプレミア公開やライブ配信をしていますので、ぜひチャンネル登録と高評価と通知をオンによろしくお願いいたします。